遠隔地のばあちゃん一人で住んでます。最近少し地方症になってきましたので、話し相手も含めテレビ通話もできるアレクサのエコーショーという端末を設置しました。アマゾンじゃなかったヤフオクで5000円で落としました。端末はこのようにいつも座っているおばあちゃんの電話機のそばに設置しました。呼びかけれるようにここに手ぶらでアレクサと書いてます。字は大きく、音を大きくしたりするのにこれも置きましたか書きましたが、これはあまり操作できないようです。で電源を切ってもあのパソコンと違うのですぐ使うことができます。こんな風に紙に書いておいてありますが、ちょっと地方症が進んでくるとなかなか話もアレクサというのもなかなかできないようです。アレクサを使うためにはインターネット回線が必要ですが、ここには光も来てませんので、ドコモの Wi-Fi ルーター、ホームルーターを設置しました。初期費用3万5000円ですが、これは毎月サポート割で3年使うと0円になります。ランニングは毎月5000円になります。こんな風にテレビの横に設置しました。それらをつなぐためのルーターの電源やアレクサの端末の電源コンセントをこのように一箇所に集中して、電源を切ってすぐ入れれるような風にしました。まあ、近くにいる娘さんが何かあった時にはここを電源リセットすることによって、回復するような格好になりました。地方症のばあちゃんには音楽の思いがあるようで、まああんまりこれ映すとダメですが、懐かしい曲を聴いたりしているようです。また、このエコーショー端末は見守り機能というのがあって、遠隔地から、まあスマホか何かからですね、アプリを入れて、端末を呼び出すことができます。おばあちゃんが何もしなくても、テレビ通話が見守り機能というようですができるようにしてあります。これでしばらく来られない時にはちょっと様子を見たりしようと思っております。以上です。